Conservatory on the Lumen residency in Latina. Many artists who come to the residency have never seen the Milky Way or meteor showers before, and we think that this is an important, transformative experience. I think it is quite dizzying to look up at the Milky Way as we realise we are on the arm of a spiral of stars looking into the centre of the galaxy.でこちらの方はいわゆる銀河が映ってるんですけども、これはエメリオカドロ、エミリアノカドロ、エミリアノカドロという天文台で撮りました。で、まあ、このミルキーウェイ、いわゆるその銀河を見たんですけども、まあ、ほとんどアシナではこういうものが見、アティナではこれが見えたんですね。でたくさんのアーティストがそこに来てるんですけども、そのアーティストの人たちも本当に銀河を見たという人は本当に少ない、それから ましてやその流星群を見た人っていうのも本当に少なくて、そういうものを体験すると自分の中でやっぱりそれが体験としてありますし、そういうことをしていくっていうことは非常に大切だと思います。で例えばその銀河を見上げるとクラクラするような感じがしたりとか、それから、そうですね、自分たちがいわゆる銀河系のこう腕がありますよね、星が流れている、そういうのに一番端っこにいるんだということを感じることができます。 For me, a few of the stars gives me a sense of perspective and scale. Humanity has only existed for a short fragment of timeWithin the timeline of the universe beginning at the Big Bang, so I feel lucky to be alive. Looking at the stars, my problems do not feel significant, and I try to savor each moment where possible. I hope that by making these photographs and by helping others to view the sky, others can obtain this sense of cosmic perspective. なので私にとってはこうやって星を見上げるというのは、ある意味自分にとってその自分の視野を開けたり、それからいわゆる遠近法だとかどうやってものを見るかみたいなものを変えてくれることにもなりますし、まあ、私たち の, 命というのは非常に、まあ、宇宙的な長さから考えれば非常に短い間なんですけども、その間にもこういったことを体験できるって、まあ、例えばビッグバンから比べてみたら人間の命だって本当にもう偶然のともしみたいな感じですけども、それでも私は非常に幸運だなと思うのは、こうやって星を見上げたりしていると、自分がこういろいろ考えてたその問題とかでなんてちっぽけなもんなんだろうというふうに考えてしまいます。そして、まあ、そういうことっていうのはいつも私がこう空を見上げるときの助けになる、まあ、そういうことが助けてくれる、逆に言えば。で、そのドキドキするようなときめくような体験というのをもう少し自分 の, その視野を広めるということ、それから新しいそういうものの見方というのを得るためにしていきたいと思います、という感じです。もう一方いらっしゃる予定だったんですけども、もし今質問とかあれば、ね、簡単に、ね、後でまた質問タイムがあるんですが、じゃあ、どっち先しよう、同時に上がったんですか。本日ちょっといいですか。あ、はい。なんかいろんなところに行かれて星を眺めているんですけど、その継承によって何か。構成が違ったりとか、その土地の歴史について触れたりとか、リファレンスがあったりとかっていうのはないんですか、あるんでしょうか、関係性みたいなのあるんでしょうか。 By researching the history does make me feel different even though I'm viewing the same stars, because a lot of the different civilizations view the stars in a different way and have different names for constellationsもちろん行くとこ行くところでそのいろんなその歴史とかカルチャーについて文化についてこう調べるんですけども、もちろん同じ星を見ているんだとは思いますけども、それぞれの星の名前が違っていたりとか、それからその星座の名前とかも全然違っていたりするっていうことはあります。見え方が違う、場所によって違う、slightly different、yeah.
However high you, up you are, or far down on the globe, the constellations are a little bit. まあ、もちろん少し違います、まあ、自分がどこにいるかというので例えば平地にいるときとその場所が山の上に行っているときで同じ星座をこう撮ろうと思っているの見え方とかがみんな違ってくるというのはあります。ありがとうございます。プリンターの青木です。写真設定にしていいですか？すごくスケールが大きくてロマンチックな写真なんですけども、なんかずっと見てるうちにだんだんメラニーさんに興味が湧いてきて、その宇宙の作品を撮る前のにはどんなものを撮ってらっしゃったのかなっていうふうにホームページとか見たら多分分かるんだと思うけども、すごいなんか宇宙ってすごい究極のなんかモチーフな感じがするから、そこまで行き着くまでにどういうものを撮ってはったのかなということがすごく好きでした。 When I was very young, I was scared of space, and so this is me confronting the star. ものすごく若い時の子供たちは、実は星を見るとか、その宇宙ってなんか怖いものだなと思って。And I also worked with sunlight, so making prints using the sun, the cyanotype, and I've used meteorites that have been crushed into dust, into dust, and then made into ink for printing. So you call this an ink print? Oh, separate. Oh, okay. で、まずは最初は太陽の光で、まあ、仕事をしていて、いわゆる昔の建築とか設計の時に使っていた青焼きっていう、ああいう紫外線で作るもの、そういうものを作品として使っていたんですけども、ある時からそれではなくて、いわゆるこうそこら辺にあるホコリとかそういうのに出すというのを使って、あとはインクを使ってないんですけども、いわゆる版画のようなものを作り出しました。インクだけ一緒。そうです。ちょっと遅刻したので、もしかしたら説明したかもしれないんですけれども、写真作品ということですよね。で、先ほどちょっと説明で、ちょっとそこまで言いますね。はい、どうぞ。すみません。はい、で、確かね、デジタルっていうことと、で多分フィルムチームっていうことだと思うんですけど、なんかこの作品、作家さんはスチールっていうかフィルムを使って作品撮ってますって確か言ってたと思うので、でもしスチールデジタルでは表現できる、まあ、時間がフィルムですね。フィルムですよね。でなぜデジタルではそのフィルムできない、表現できないのか、で、あるいはそのフィルムで、手法として使う理由って何なんでしょうか。まあ、技術的か、まあ、感覚的か、もし理由を聞かせていただければ。So the most important reason why I use film is because the light comes directly into the film and is imbued in the material. And materiality is really important to me. Materiality of light. And that is not the same as digital, where the electrons are converted. Right. And I also feel that analog photographs have a higher resolution and grain that you cannot get with digital.彼女が まず一番大事にしているのは、その光を使って写真を撮っているということで、その物質性というかマテリアリティと今おっしゃってましたけども、材料としての光というものをフィルムだと、光がフィルムを観光するわけなので、そこにその材料として加わるわけなんですね。だけどもしデジタルだと、デジタルで見たものというのは、いわゆる原始的にそれを光をこう変換させて作ったものなので、彼女の中ではその同じ光という素材が
その自分の作品の中に入っていないというか、材料として光を自分の作品に取り込みたいということで、そのフィルム、いわゆるアナログの写真を撮っています。Can you explain when you take the artists on residency, how long do they stay out for? Do you stay out all night, like looking at the night, the stars? And do they all use photography, or do other, some people try to do sketches or other, use other forms of documenting the night?まず質問の方を説明いたします。まあ、そのアーティストレジデンスに行かれた時というのは、どれぐらいの長さの写真を撮るのに使っていますかって、そのどれ一晩中外にいるのか、どういうふうに撮っているのかということと、あとそのレジデンスにいらっしゃる他の作家さんっていうのは、みんな写真のために来ていらっしゃるのか、それとも他の方はスケッチをしたりとか、例えばペインターとペインティングをしたりとかしていらっしゃるんでしょうかというのです。The residency is in a very dark place, so it is very easy to go out and stay out all night taking photographs of the stars. But we also go on separate trips to observatories which are further away, and we stay there for a couple of hours. And the artists are from all different disciplines, so they work with printmaking, installation, sculpture,photography, and we give them studios to work on their different processes. なので、まあ、そのレジデンスをしていたところというのは大変暗いので、一回外に出てこういうのを撮ろうと思ったら割と簡単にできるんです。で、まあ、私がその外にずっと一晩中いて撮ることもできますし、まあ、その中には、まあ、そのレジデンスでいらっしゃる方はいくつかのグループに分かれて、またその天文台の方に出かけて行かれる方もいて、そういう方々がまた2時間3時間そこで過ごしてその作品を作ったり、またそのレジデンスのところは、まあ、いくつか何人かたくさんの方がいらっしゃって、それぞれに自分のその作業をするところがございますので、そちらの方で、まあ、写真のみならず、いわゆる版画であったりとかインスタレーションであったり、まあ、ペインターであったり、いろんなその様々なそういう形の作品を作る作家さんがいるというのと、And should I say in English for you? You are okay.Thank you.